お待たせ、今日は伝説の学園ドラマ、GTO の続編についてまとめるぜ。GTO って何かすごく懐かしい気がするわ。そうだな。1998年に放送された大ヒットドラマだぜ。元ヤンキーの高校教師鬼塚栄吉が破天荒な教育方法で生徒の心を開いていくストーリーなんだ。ああ、反町隆史さんが演じてた先生ね。すごく印象に残ってるわ。で、その続編、GTO リバイバルが26年ぶりに放送されたんだ。鬼塚先生が再び教壇に立つって設定らしいぜ。26年も経ってるのに、また教師やるんだ。26年も経ったら、オイラなんて立派なおじさんになってるのだ。今回は鬼塚の昔の生徒役だった久保塚洋介、小栗旬、池内博之、山崎裕太らも出演してるんだとよ。豪華キャストね。当時の生徒たちも大人になってるんだろうな。鬼塚の親友役の松嶋菜々子も客室乗務員の制服姿で登場するらしいぜ。松嶋菜々子さんも出るのね。楽しみだわ。主題歌、ポイズンも、ブルー、エンカウントがリバイバルアレンジして、反町隆史もフィーチャリングで参加してるんだとよ。ドラマも音楽も当時の雰囲気を再現してるのね。令和の高校生たちとの交流を通して、鬼塚先生がどう成長するのか楽しみだぜ。みんなも見逃すなよ。続編の感想とか、昔の GTO の思い出もコメントで教えてほしいわね。チャンネル登録もよろしくな。じゃあまたな。